会場も雪でーす。ということで、今回はですね、チョコミント、コスパのいい最強のチョコミントをね、決めようということで、買ってきましたのはこちら、ガリガリ君でおなじみの、赤城乳業の、会社のやつと、こちらスーパーカップのチョコミント味ですね。チョコミント僕は大好きなんですけど、これよく買うんですけど、まあ、これをね、どっちが果たして値段、コスパがいいのかっていう。まあ、ほとんどね、チョコミントって結構ね、コンビニとかで売られてますけど、まあ、ちょっとね、お金をね、安くね、チョコミント食べたいということで、ね。ちなみにこちらはですね、赤城乳業さんの、チョコミントアイスはですね、7本入り。これが 63ml。の、1本あたり 63ml 入ってる。やつが7本入りなんですよね。で、こちらが、スーパーカップのチョコミントがですね、200cc 入って、200ml 入ってると。で、値段がですね、1個80円でスーパーで売ってました。こっちは、199円ですね。199円で売ってました。さあ、果たしてどっちが安いのかっていうね。ことなんですが、まあ、先に言ってしまうと、このスーパーカップのチョコミントの方がね、コスパが良かったっていうか、ね、値段的に安かったっていうね、グラム単価としてね。うん。1円あたり、こちらが 2.5 グラム。なのに対し、こちらは、1円あたり 2.2 グラム。ということで、0.3 グラムの差で、こちら、スーパーカップのチョコミントが、勝ちです。ですが、ね、ちょっとスーパーカップちょっとでかすぎるなと、ね。そういう時はやっぱこっちのチョコミントをね、食べるんですよ。はい。ね。こういう7本入ってるんで、まあ、ちょっとこう食べたい時とかに、実に、いい、ね、チョコミントアイスなんですね、こちらがね。早速食べていきたいと思います。まあコスパも割と悪くないのでね。コンビニのチョコミントアイスとかに比べると、まあスーパーで買った方が安いですけど。こちらはスーパーでどっちも売ってますね。まあほぼほぼどこのスーパーでも売ってるでしょう。おそらく。まあ、うん。確認はしてませんが。ね、こちらでーす。うん。あ、うまっ。あー。これ。これこれ。ああ。うん。うん。チョコチップが入ってて。程よくパリパリ。うん。うん。あ、うめ。やっぱチョコミントだよな。うん。ああ、チョコミントはね、意外と人気が高い。うん。意外にもですね、チョコミントを愛する人は結構いまして。うん。まあ僕も、ね、その一人なんですが。まあ僕がね、小学生ぐらいの時にね、自動販売機のアイスクリームが、なんか棒状の、ね、プラスチックの、棒のやつ。あれでチョコミント買って、初めて食べてから、そのうまさにね、驚きましたね。うん。うめえと。なんだこの、うまさは。うん。驚いたわけです。うん。まあ、有名なね、こちらはね、有名なね、ガリガリ君のね、会社の製造なんで、実に美味しいです。うん。うん。この程よく、チョコが、こうちょっとパリッと言うのよね、若干ね。パリパリッとこう、
そして口の中でこう、とろけるというね。うめえ、これ。超うめえな。超うめえ。うわ、びっくりした。あ。んで、じゃあこっちのね、チョコミントも食べていきましょう。うん。うん。あ、美味しい。こちらは明治。まあ、こっちはね、スーパーカップなんですけど、これ、期間限定なんですよね。うん。夏限定なんですよ。それがね、ダメなんですね。うん。やっぱり通年販売してるチョコミントは先ほどのね、赤城乳業のチョコミントなんで、あれはね、もういつも売ってるんですよ。毎、ね、365日売ってるんで、いいんですけど、こっちはね、期間限定なんですよね。お、じゃん。見た感じ、さっきのチョコミントよりも明らかにあれですね。チョコレートが少ない。うん。うん。あんまりあれだな。なんか、ミント感があんまない。のと、あと、やっぱチョコレート感があんまりないですね。うん。あんまりチョコレート入ってない。うん。なんかあんまりミント感ない。うん、なんか、ちょっとバニラっぽい。チョコミントアイスにちょっとバニラアイスをちょっと混ぜたような。うん。まあでも美味しいんですけどね。やっぱさっきの赤城乳業の方がうまいな、個人的にな。うん。まあ値段ではちょっとあれだけど。うん。赤城乳業さんのチョコミントはね、やっぱパリパリ言うんですよね、チョコレートがね。うん。でもこっちはそのチョコレート自体があんまりないので、うん。あんまりあれだな。いや、チョコミントだからうまいんだけど、うまいんだけれども、やっぱり、ガリガリ君には勝てねえな。いや、ガリガリ君のさ、会社には勝てねえな、これな。うん。うん。今年はね、暑いので、ガリガリ君もバカ売れですね。ガリガリ君もバカ売れでしょ。ああ、でも美味しいな、やっぱ。うん。うまい。うん。ああ。これを食べるとね、ふわーってね、天に召されるような、チョコミントアイスを食べるとね、天に召されるようなね。それほどのこの、幸福感が得られるんですよ。身近なとこだとセブンイレブンに、チョコミントアイス売ってるんですけど、あれちょっと高いんですよね。
まあ多分、コスパではやっぱり、まあこのスーパーカップが、まあスーパーカップと、さっきのね、赤城乳業さんの、まあチョコミントが一番値段的にはコスパいいかなと。他はみんなダメですね。やっぱグラム単価的に考えると。まあ僕ちんは貧乏なんで、そういうとこはちょっと目ざとくね。あ、うめえな。うまい、うまい。まあ、ということでね、皆さん、ね、コスパの、まあ、グラム単価で考えると、まあ、おそらくは、この明治のスーパーカップになるということでね。まあ、もし、もっとね、安いね、あの、とこもあるよとかね。チョコミントあるよとか、まあもしあればあのコメントください、ということでバイバーイ。